やっぱ恥ず,、ね、恥ずかしいですか。本当ですか。年を取ったな。<laughs> 取ってないです。<laughs> 俺の家の話っていう作品を取ってた時、はい。二千十八年に日本のランコムミューズに就任され。今年で七年目となる戸田さんがジェネフィックと共に歩まれた美しさの進化の過程をですね。お写真とともに。 振り返ってまいりたいと思いますので、はい、戸田さんすみません一度お立ちいただきまして少し左手にご移動いただけますでしょうかお願いいたしますあ、すごい大きなパネルがすごい大きい <laughs> はい登場いたしました <laughs> ぜひ皆様にご覧いただきたいと思います ででももどれも素敵です <laughs> ご自身は少しちょっとやっぱ恥ずかし、ね、恥ずかしいいでですすす本当ですかはいありがとうございます、はい、それではですねこちらえ左から2018年から2024年までですねでお写真は2023年まで並んでおりますけれども率直にご自身で今ご覧になってどう感じてらっしゃいますか ああ歳を取ったなあ。<laughs> 取ってないです。いや全然お変わりないです。<laughs> 本当ですか。本当にこれあの <laughs> 正直な気持ちで全然お変わりなくてびっくりです。そうですか。はい。いややっぱなんかこう気づかないものだなあっていうふうに改めて感じるのと、えーはい、なんかこうやってなんか、うん、ジェニフィックとともに歴史を歩んでるんだなっていう感じがして <laughs> <あ>ちょっと嬉しいです。うん、いやーすごいなんか。 全然変わらないですよ本当にそうですか髪型とかはねやはり少し変わったりして、うん、この、ね、イメージも変わられているかと思うんですけれどもさあそれではですねどうでしょうちょっとなんか思い出があったりしますかなんか少しお写真について教えていただけますかそうですね、うん、やっぱ髪型なんか作品に合わせて髪の毛をこう切ってたりとかするので この写真たちを通して、はい、あこの作品を撮ってた時だったなっていうのを思い出すんですけど、なんか、2019年のこの写真とかになってくると、はい、朝ドラの「スカーレット」っていう作品をやらせてもらった時に、めちゃくちゃ前髪短くしたんですよね。で、あこの時だなとか思って、うんなんか、 うん、本当に前髪が短い,いと思います <laughs> いやでもなんかすごくお似合いと言いますか <laughs> 素敵ですよね,ねえやっぱメイクさんの力はすごいなと改めて <laughs> はい。2020年はちょっとね前髪がこう降りていらっしゃってそうですねまたちょっと柔らかい雰囲気もありますよね素敵ですえ2022年は短い,い,い右上ですかねい<や><解>これ はい、多分作品で言うと、はい、多分ですけど「俺の家の話」っていう作品を撮ってた時、はい、だから前髪があるんじゃないかって思ってるんですけど、はい、多分その時でなんか割と可愛らしい女性像をあ,んあそんなイメージがありますねでもはい、はい、多分それで多分表情もなんか柔らかい感じがしますねんなんかやっぱこう その時々で表情、うん、表情というか目つきが違うなって思いますなんか内面から出るものがきっとあるんでしょうね表情にそうですね,ね<ー>うんで2022年は実際に髪の毛はこちらもう短いはいこの時は作品関係なく、ね、なんか いつかやってみたいという気持ちでショートカットにさせてもらったんですけどすごいしんあのもう子どもの頃からずっと長かったので初めて自分のショートの姿を見て、うん、結構、やっぱ楽しかったです。うん、やっぱりうん、ね、どれも素敵ですがでも やっぱりどん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 もう進化されて輝き続けていらっしゃるなっていう感じがしますよね。あ,ありがとうございます。素敵です。ありがとうございます。で、うんね、も本当にこの2018年のね最初のお写真もとても美しいのですが、ご2023年のお写真そして今の戸田さんの方がですねもう本当に進化されてより輝きを増しているように感じられるんです